まあそれそもそも数字、確かにそう、私も私よし、そうだね、あら、よし、わっ、俺はコーシャスハートクラスか。ホナミやアズサも一緒のクラスのようだな。ご無沙汰してます。天馬くんでしたよね。朝日奈真冬です。よろしくお願いします。おお、いつぞやはルイが世話になったな。こちらこそよろしく頼む。それから。ルカ、なんということだ、俺が知っている人にそっくりだ。だが眠そうではないし、同姓同名の別人か。はっ、まさかドッペルゲンガーなんてことは。そういえばルカは自分に似てる人って見たことない？なっ、まさか朝比奈さんの知り合いにもルカが。誰かがドッペルゲンガーなんてことはないよな。ドッペルゲンガー？4人、それはすごいね。そうだったか。意外といるんだな、同姓同名のそっくりさんというのは。よかった、知ってる人がいて。よろしく。こっちこそ。よう、お前らも、ソリッドハートクラスか。うん、そういえばお姉さんも同じクラス。知らねえ、俺は何も見てねえ。まあ気持ちはわかるよ。私もお姉ちゃんと同じクラスだったらって思うとちょっとね。だろう、はあ、誰だよクラス決めたやつ。つうかクラスの名前も何なんだよ、ソリッドハートクラスって。絶妙にダセーし。それは同感。やってるような挨拶は、選挙の挨拶みたいなやつあるよね。あるある。私用にすると雨かけるペガサスに勝つ天馬、希望が咲き誇ると書いてサキ、その名も天馬サキなんちゃって。
懐かしいけど。確かに第一印象って大事だし、やっぱ普通のにしようかな。だね。あら、かわいいくしゃみね。そんなの、アキトに決まってるじゃん。こんにちは。え、カイト？あ、はい。なんかこう、いつもムッとしててトゲトゲした感じの。あら、そうなの。実は私も知り合いに似てるなって思ってたのよ。ねえ。ええ、もちろん。知ってる人がいっぱいいてよかった。ええ、はい。用心深いとか慎重とか、あとは思慮深いっていう意味があったと思います。もしかしてそういうタイプの人が集められたクラスっていうことなのかな。私の場合は慎重っていうより臆病になっちゃうかも。あら、でもあれはやってみろって言われたからっていうか。コンシャスハートじゃなくてブレイブハートでもぴったりだったかもしれないね。私もちょっと思うところあるし、望月さんにもぴったりな名前だから。本当？だったら嬉しいな。ねえ、え、あら、私は望月さんがテレちゃんを少しわかるな。そういう風にニックネームで呼ぶことってなかなかしてこなかったから。どうかしら。ええ、あ、本当？それなら姉ちゃん。わかりました。じゃあ、ルカちゃん、いつもありがとう。ありがとう。ねねちゃん、うまく歌うコツを教えてくれてありがとう。よかったです。でも、もともとエナさん上手だったから。確かに、音楽サークルではイラストを描いてるって聞いていたので驚きました。まあ、うちのサークルは自分たちで歌も歌ってるからね。ちょっとは上手くないと。そういえば、しほちゃんも歌うまかったね。そうですか。バンドじゃボーカルはいちかに任せてるので、そんなに自信なかったんですけど。私は十分上手いと思ったけどな。どんな練習したんだろう。でも、今会話に入っちゃうのは。あれ？ねねちゃんなんかそわそわしてる。もしかして、ねねちゃん、何か聞きたいことがあるんじゃない？え？はい、ちょっとだけ。やっぱり、せっかくだし聞いちゃえば？ねえ、しほちゃん。答えられそうなことなら、全然聞いてくれていいよ。あ、うん。えなさん、日の森さん、ありがとうございます。鈴木先輩と、確か青柳さんでしたよね。星野一華です。クラスメートとしてよろしく頼む。私も一華ちゃんと同じクラスになれるなんて嬉しいわ。あとは確か、はい、まさか奏さんとも同じクラスになれるなんて。それにミクか。星野さんは宵崎さんとも知り合いなのか。うん、もちろん。ねえねえ、僕たちのクラスの名前見た？
パッションハートだってある意味当たっていて、ある意味外れと言えるかな。そう？今のルイなら当たってるって言っても大丈夫だと思うけどね。こんにちは、花里みのりです。みのりちゃん、同じクラスなの？お、本当だ、名前ある。僕、大体最初に名前があるからそこしか見てなかったよ。いいな、名前見つけやすくて。私、自分の名前にたどり着くまでが長くてすごくそわそわしちゃうから。ほら、なるほど、僕も比較的名前を見つけやすい名字だから楽でいいなとしか思っていなかったな。そもそも昔はクラスが変わったところで何かが変わるわけでもなかったしね。だけど天の言う通りかも。知り合いの名前見つけたらさっきみたいにきっと大はしゃぎしてただろうからこれはここでしかできなかった発見かもしれないね。うん。あー、ここがミクルミ。っていうか、ヒゲとか帽子取ったらママミクじゃない？いや、ミクデミーというのはあくまで通称で、正式な名前は別にあると聞いたが。そんなことより、俺たちには俺たちの目的があるだろう。入学許可書が一緒に入ってたんだ。ここで勉強してるうちに向こうから何か言ってくるんじゃない？そうだな。残念ながら俺たちには差出人の目的も心当たりもない。小説ではこういう時、相手の思惑通り動いてみせて出方を伺うというのが定石だ。まあもちろん、一日中音楽やれるなんて最高。座学やテストもあるはずだが。さすがにそんなことはない。みんなミクデミーにはだいぶ慣れてきてるみたいだね。なあ、今度やるという球技大会の話もよく聞くようになったな。どんな競技があるのか楽しみですね。はい。私たち挑戦状に入学許可書が入ってて、ここに入学したんです。そうだったのか。てっきり俺はお前たちも助けたミクに連れられて入学を許可されたのだと。みんな入学の事情が違うんだね。でも挑戦状か。確かに、もしや大王先生なのではないか。え、校長先生が挑戦状を？それはあんまり心配しなくても大丈夫なんじゃないかな。そうですね、他のみんなも毎日楽しそうですし。でもやっぱりちょっとだけ気になるな。今度クラス最高の球技大会があるんだって。聞くところによると、激しめのスポーツは少なめで、誰でも気兼ねなく参加できる大会のようだよ。そうなんですね。よーし。レン君は勝つ気満々だね。おお、じゃあ私も勝ちに行ける競技に出ます。サキちゃんってばそれ言いたいだけじゃない？僕もだよ。競技の発表をみんなで楽しみに待とう。なんとなくわかるわ。きっとエナが珍しくお姉さんしてるからちょっと違和感を覚えてるってところかしら。いや、ちょっとどころじゃないっす。わがままで人を目覚まし代わりにして、挙句にコンビニまで走らせようとしてくる横暴な怪獣です。あはは。エナったら相変わらずなのね。ぜひお願いします。
お久しぶりです、大鳥 M です。クラスに名前がついてるんだって。ん？そういうアニメがあるんだよ。もしかして知らない？じゃあじゃあ今度お家に遊びに来る？アニメ1話から最後まで全部見れるよ。それに他のシリーズの、お、チャイム鳴っちゃった。後で続き話そうね。うん、きっとそうだと思うよ。ソラ。はい。な、曲がっただと？ありがとうございます。ルカさんに丁寧に教えてもらったおかげです。司さんもメイコさんも練習に付き合ってくれてありがとうございます。ええ。これは俺たちもうかうかしていられないな。あ、望月さん、お疲れ様。はい、司さんが卓球チームの練習に助っ人に行っていて。うん、フォーメーションの相談が終わったから実践でやってみるところだよ。フォーメーション？初めての人もいるし、ドリブルで相手を抜こうとするより決まった動きを覚えた方が得点できるんじゃないかっていう意見があったから、うまく決まればみんなシュート打てるし相手も出し抜けてすごく楽しいと思う。経験者の桐谷さんがいてくれてすごく助かっちゃった。練習でも頼りにしてるね。はい、私もアンから宣戦布告もらっちゃったので全力で勝ちに行こうと思います。あれすごくびっくりしたな。はい、負けないぞっていう熱い闘志が見えましたね。私はだいぶ恥ずかしかったけど。うん、せっかくの球技大会だし思い切り楽しもうね。最近卒業課題の話で持ちきりですね。うん、何をするのか全然わからないから私も気になっちゃうな。案ずることはない。であれば少なくともここにいるものは大丈夫だと思うぞ。そうだね。ありがとうございます。自分では学生生活も音楽の勉強も悔いの残らない毎日を過ごせたと思ってはいたんですが、改めてそう言ってもらえると嬉しいです。そうだね。お、前に話してくれた。なるほど、確かに挑戦状を送られては秋人や白石が黙ってはいないだろうしな。私が聞いた特別な何かっていうのもそうだったのかな。まあ何にせよ卒業までの残された日々を肉デミー生として胸を張って過ごそうではないか。はい。アイドルの歴史学すっごく面白かったね。うん、それに出された宿題も難しいけど面白そうなやつだし。10年後のアイドルか。ほら、え、私の10年後？あ、確かに。まだ競技を決めてない子もいるみたいだし、人数が少ないのは仕方ないわ。そうですね。まあメンツが決まるまではその日のメンバーでできることを。ね。くず。ちなみに卓球の経験はあるの？は、羽子板？ま、私たちも初心者だし一緒に覚えていけば大丈夫よ。うん、今日から私たちも球技大会の練習だね。みのりちゃん、ギリギリまで迷ってたみたいだけどやっぱりぐるぐるバットシュートにしたの？うん、バッタ。うん。よーし。あ、お兄ちゃんもキックベースに出るって言ってたんだった。大丈夫だって。確かに。だね、探して相談してみよっか。
ちゃんは球技大会何に出るかもう決めた？運動神経にあんまり自信ないので、ぐるぐるバットシュートにすると思います。そうなんだ。お前、楽だからって理由で選ぶなよな。何？いいでしょ別に。っていうか、アキトこそなんでキックベースなわけ？普通にフットサル出れば勝てるじゃん。何？遠慮してるわけ？してねえよ。普通にキックベースやってみたかっただけだっつ。本当に？あんちゃんは勝ちに行くってバスケ選んだみたいだけど。ああ、あんな負けず嫌いと一緒にすんな。大体これどうしたらいいの？誰か助けて！ハゾー！ミクデミシーミク、本当にここの校長だったんだ。いや、驚きだね。溝に足を取られて動けなくなってしまったミクを助けたら、まさか世界的に有名な学校に入学させてもらえるとは。うん、学校の名前は聞いたことあったけど、まさか自分が通えるなんて。見ろ、ネネの目が輝いているぞ。私も負けないよ。キラキラキラネネも M 君もやる気に満ち溢れているね。俺たちも負けてはいられんな。じゃあ司君たちもお目目キラキラする？なんでそうなる。ありがとう、ミク君。では行ってくるよ。二人はどの競技に出るか決めたのかい？うん、よし。僕は正直どれでもいいから、余った競技に参加するつもりだよ。すまない、どれに出ても楽しそうだから選べないというのが正解だね。うん、二人ともありがとう。せっかく誘ってもらったし、その二つで真剣に考えてみるよ。ねえ、卒業課題があるって聞いたんだけど、あれって本当？そうみたいですよ。どういう課題かは卒業式当日にならないと教えてもらえないみたいですけど。それってもし課題ができなかったら卒業させてもらえないってことだろうな。ぶっつけ本番でやらせるなんて、最後の最後にとんでもないことやらせやがって。でもしっかり授業や学校行事に参加していれば大丈夫っていう話も聞いたわ。エナもあんまり遅刻しないでちゃんと学校来てたし、そんなに心配しなくてもいいんじゃないかしら。ま、だいたい俺が起こしたんすけどね。うるさい。ほんと変な課題じゃないといいね。そうだね。でもまあ、桃井先輩の言う通り、学生としてやるべきことをやるしかないよ。最高の球技大会楽しかったね。歌うんじゃなくて演奏するっていうのが結構大変だったけど。しかもさ、学校にある楽器ならどれを使ってもいいって言われてたから、楽器も選び放題だったし。でも合奏という意味では使いづらい楽器もあったね。あの壺みたいなやつですよね。ポンポコポンみたいな可愛い音がする。ああ、叩くだけでなく表面を擦ることでも独特な音を鳴らすことができるんだ。演奏する曲と楽器の編成的に使
うのは難しかったけれど、いつかあの独特な音を演出に取り入れてみたいね。ねえ、みずきも学校楽しかった？そうだね。私も毎日がすごく楽しかったな。卒業まであともうちょっとだけど、まだまだ楽しい思い出作っていこうね。日の森さん、ミク、こんにちは。うちから持ってきた絵本よ。ああ、その話なら俺も知り合いの家で読んだことがあるな。そうだ。まあ。民族楽器の授業。いろんな笛が吹け。私もいい勉強になったな。そうですね。由井咲さんってすごく耳がいいんですね。たまたまだよ。そういえば青柳さん、そうかもね。